羽生結弦さんが決意表明記者会見を開き、プロ転向した日から3ヶ月が経った10月19日。SNS 上には、超濃密なこの3ヶ月を振り返るファンの方々からのコメントが溢れていましたが、今回は、そんな中から個人的に印象に残った話題、トップ5をお届けしたいと思います。これまで競技者として、ストイックにスケートに挑み続けた羽生さん。すべてのタイトルを手中に収め、プロへとそのステージを移行してから、瞬く間の3ヶ月が経過。その超濃密な期間から、印象に残った話題を厳選しましたので、皆さんもどれが1位か選んでみてください。第5位は、公式 SNS の開設。これまで、情報収集で活用していたであろう、SNS のアカウントを作成した羽生さん。運営は基本的にスタッフの方が行うようですが、開設から数週間で、インスタグラムは20万人以上にフォローされ、日々ドキドキする新情報を届けてくれています。第4位は、各種イベントへの参加。日中国交正常化50周年記念式典など、新たなイベントへ積極的に参加する羽生さん。今後も日本だけでなく、海外からの数多くのオファーの中から、羽生さんが厳選したイベントへ、どんどん参加してくれることでしょう。第3位は、公式 YouTube の開設とメンバーシップの設定。世界的スケーターである羽生さんの演技は、地域や言葉の壁を軽々と越えていくため、最適の手段だったようです。すでに70万人以上にチャンネル登録され、今後はメンバー限定の配信に期待が高まっています。そして第2位は、怒涛の地元ローカルテレビ局への出演。今後も地元、宮城を中心に活動したいと語る羽生さんが、くつき中に全テレビ局へ出演すると、瞬く間に話題となり、世界中からメッセージが送られるほど。今後もテレビ出演は続きそうで、情報も続々は行ってきています。そして個人的な第1位は、やはり単独アイスショー、プロローグの開催。プロ転向発表からたった数ヶ月で準備したとは思えないほど、光の速さで計画が進んだだけでなく、これまでのアイスショーの概念を打ち破る単独でのショーに、期待が膨らんでいます。この他にも、雑誌が発売されれば販売前に重版が決まったり、ファンタジーオンアイスの放送が決まれば、その広告が飾られた場所が聖地と呼ばれ、多くのファンの方々が訪れたりと、羽生さんが関わるだけで、次々 SNS でトレンド入りし、大きな話題となるのが日常となっています。また、ちょうど10年前のこの日は、羽生さんがスケートアメリカのショートプログラムで 95.07 点を獲得し、最初の世界記録を樹立した日。その後、18回も世界記録を塗り替えた羽生さんですから、今後もプロの世界でも、次々と記録や壁を打ち破ってくれることでしょう。ファンの方々の中には、まだ3ヶ月しか経っていないの。とそのあまりにも濃密な期間が信じられないようですが、これはまだ序章、プロローグなのだと、今後伝説となるのかもしれませんね。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。